こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。えー、こちら、ルーブル美術館のコレクションです。続きをご案内したいと思います。いやー、しかし、よくもまあ、形の整った石器を集めたものですね、ルーブル美術館は。こんなか、こんなに多くの数の石器を集めるとは、もうなかなか、なかなかのものですね。 本当にいろんな形がありますね、えー、手づかみのものが多いんでしょうかねこう見ると中には棒にくくりつけて武器にしたものもあったんでしょうかねえいやいろいろとありますねこれなんて材質何なんでしょうね <laughs> はい。 これだけちょっと新しいみたいですけどもね他のものと比べるとはい材質なんでしょうか、はいまあ、黒いのは黒曜石っぽいのかなという感じがしますけれどもねはいそうですねいろいろと用途ごとに使い分けがあったのかもしれませんし もしくは、まあ、て言うんでしょう。アーミーナイフのように、一人一つ持っているみたいな、そういうのが、まあ、一般的だったでしょうね。まあ、パッと使えるように、そうしていたでしょう。はい。はい。今回はここまでとなります。はい。短いですが、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。